アグチャンネル。こんにちは、達郎です。今回は、家にある嫌いなものを使って、ヘアアレンジをしていきたいと思います。何だと思います？ボールペンです。ボールペンを使ってヘアアレンジができるんで、ちょっとぜひ最後まで見てください。よろしくお願いします。はい、最初に前後で髪を分けます。そして後ろで結びます。この時髪は高い位置じゃなくて低い位置で結んでください。ここでボールペンの登場です。ここの空いてるところにボールペンを刺します。で、前の毛を外します。で、ここからタイトロープ、まあタイトロープができない人はねじってもいいんですけど、こんな感じでねじって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 、で、ボールペンの上にかけます。止まれるんです。反対側も同様です。ねじってねじってねじって、こういう感じですね。このボールペンがあることによって髪の毛が止まるので、で、これを外します。で、あとはこれを一緒に巻きつけて終わりです。で、あとはほぐしてください。完成です。はい、こんな感じで簡単にボールペンを使ってアレンジできるので、まあ、ちょっとした工夫一つなんですけど、ぜひやってみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。